アルブレヒト・フリードリヒ・ォン・ブランデンブルク・シュベートは、ブランデンブルクプロイセンの講子、将軍。ブランデンブルク・シュベート編共白。聖ヨハネ騎士団ブランデンブルクク下区長。ブランデンブルク選定校、フリードリヒ・ビルヘルムとその5歳、ドロテアの間の2番目の息子として生まれた。アルブレヒト・フリードリヒとその同母の兄弟姉妹は、同母兄で、 マクデブルク総督のフィリップ・ビルヘルムを子祖とするブランデンブルク・シュベート辺境白化に属し、イボアニの初代プロイセンをフリードリヒ一世とは、家計を意味するとみなされる。1689年にプファルツ継承戦争が起きると、アルブレヒト・フリードリヒは見習意志官としてプロイセン軍に従軍し、フランスに赴いている。1692年には、騎兵連隊の連隊長となり、 翌六百九十三年には少々に任じられた。六百九十四年にはイタリアでの戦役に参加し、六百九十五年に中将となる。六百九十六年にはブランデンブルクヨハネ騎士団の団長に就任し、1七百一年にはクロアシ君章を授けられた。スペイン提唱戦争中の1七百二年二月十四日には不評連隊の司令官に就任し、 ネーデルラントでのフランスとの戦いを勝利に導いた。しかし、同年11月には病気のため司令官職を退いている。1706年にはヒンターポンメルンの総督に任命された。1703年10月31日、いとこのクールラントゼムガ連合フリードリヒカジミールの娘、マリードロテアと結婚し、4男3女を設けた。ありがとうございます。